アンナ・ベルブリンスカは、ポーランドのバレーボール選手。ポジションは、ウィングスパイカーで、ナショナルチーム代表選手。ポーランドドルヌイ・シロンスク県シフィドニッツァ生まれ。ウィングスパイカーとしてはあまり身長はないものの、レシーブもこなし、安定感がある。ジャンプサーブは強烈で欧州チャンピオンズリーグ2005-2006では、サーブ賞を受賞した。肩には、イルカのタトゥーが入っている。 2010年6月19日、地元で結婚式を挙げ、ポーランドのサイトで話題になった。グバルリア・ブロツワフでプレーするバレーボール選手のボグミワ・バランスカは実前である。ベルブリンスカのスポーツにおける経歴はシフィドニツァで始まる。1999年、当時第2リーグのポロニア・シフィドニツァを率いていたエリザベタ・ガシンスカのチームに参加し、同年。 ポーランドジュニアリーグの銀メダルを獲得した。その後、このチームでは2年間プレーした。2001年から2005年までは、ブローツワフに移り、グバルディアでプレーした。当時の監督は、ヤツェック・グラボフスキで、その後、ラファウ・ブーアシュチェックに変わった。2001、2002年と2002、2003年の両シーズンでは、ポーランドカップで2位の成績を収めた。同じチームで、 ポーランドカデットリーグで1位、ポーランドジュニアリーグで3位の成績も残している。2005年からは、2004、2005年のシーズンに、ポーランド女子、バレーボールリーグで優勝したビニアレカリシュに移籍した。2006、2007年のポーランドリーグにて優勝、そのシーズンの最優秀選手にもなった。ビニアレカリシュの選手として、バレーボール欧州チャンピオンズリーグにも出場し、また、 ポーランドリーグで2007、2008年には3位を獲得した。2008、2009年のポーランドリーグからは、ビエルスコビアワでプレーしていた。2011年に、虫に、アンカムシナに移籍し、2013年からは、ヘムニクポリツェでプレーしている。ベルブリンスカは一度ならずポーランドユースジュニア代表選手としてプレーしている。2001年は、ヨーロッパジュニア選手権で、 銀メダルを獲得、世界ユース選手権では銅メダルを獲得した。2003年はヨーロッパジュニア選手権で金メダル、翌年世界ジュニア選手権では銅メダルを獲得した。2006年、アンジェイ・ニエムチェック監督はベルブリンスカをポーランド代表チームに招集した。ポーランド代表シニア選手としてのデビュー戦は5月26日の対アメリカ戦6月2日。 4日の対カナダ戦であった、モントルーバレーマスターズにも参加し、日本とも対戦した。その時は得意のジャンプサーブで、日本のレシーブを何度も乱した。しかし、同年、日本で開催された世界選手権には、健康上の理由から出場しなかった。その後も代表チームへの参加を拒み続け、2007年秋のヨーロッパ選手権。 さらに2008年の北京五輪にも出場しないと表明したところで2007年9月2日、ポーランドバレーボール協会は公式競技に出場するために必要なプロライセンスをベルブリンスカに与えないことを決定した。ただし、その約2ヶ月後協会は決定を見直し2008年北京五輪のための代表チームに参加することを条件にライセンスを発行することになった。 2009年のポーランドで開催されたヨーロッパ選手権では銅メダルを獲得。トーナメントの前にポーランド代表チームの新しい首相に指名され、ポーランドチームを率いる立場にいる一人としてメダル獲得に貢献した。2010年ワールドグランプリ2010の予選ラウンドで2位、ネーハで開催されたファイナルラウンド6位に大きく貢献した。 同年10から11月に行われた世界選手権で講師に渡り、チームを牽引する活躍を見せた。2009年のヨーロッパ選手権の期間中、ポーランドのインターネットポータルサイトの一つ、ビルトゥアルなポルスカがその余興としていったミスヨーロッパ選手権にて、約10万票を集めて1位に選ばれた。2010年3月には、プレイボーイ氏のヌードグラビアを飾った。 同志の表紙に登場した初めてのポーランドの女性スポーツ選手ということになる。ありがとうございます。